科学っていうのは分かることを示すっていうよりは分からない部分を示すのが科学なんですよね。科学を知ることによってこれがデマだっていうのは分かるんですよ。うんうん、情報の取捨選択って意外とそれだけでもできるんですよ。放射能に関する言説とか、うん、詐欺サイトとか、うんうん、多分9割以上取捨選択できるんで、うん、あなた科学の元素周期表を一応習ってるはずだよね、うん、いや覚えてないですみたいな話になるので、うん、学習指導要項なのか、うん、学校の先生が教えるんじゃなくてオンラインエデュケーションにした方がいいんじゃないかとか、うん、根本的にそういうのを変えてあげると、うん、変な言説に惑わされなくなるとは思うんですけどね。